こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の、12月26日の土曜日ですね。今日の新聞で、僕よく買ってるの、最近買ってるのが日刊なんですけど、日刊結構ガンバ代表応援したりとかしてるんで、結構サッカーのこと結構書いてあるんですね。で、ここに書いてるんですけど、日韓フットボールアワーズっていうのがあって、今回日本代表なんですね。で、まあここにも書いていった通り、ここかな、日本代表得点をアシストが本田なんですよ。ほんでなんか去年と一緒なんですけど、何が一番近かったかっていうと、ワンタッチゴールが多いんですよ。まあダイレクトシュートとかですね、が今までは9や、去年までは9やったんですけど、今回は31回もダイレクトで打ってるんですよ。なのでそのゴール数が増えたん違うかって書いてるんですね。僕も、まあ、下手なんですけど、できるだけもうシュートはダイレクトに打つようにしてるんですよ。なぜかというと、僕の場合はその、まあ、下手なんで、トラップのミスも、ね、トラップミスとかもあるじゃないですか。トラップミスもあるし、ほんでトラップしてから打ってもやっぱりキーパーから読まれやすいんですよね。だからできるだけダイレクトをちょっと磨こうと思って、結構悪い体勢でもダイレクトで打つようにしてるんですよ。練習すればそのミートの仕方が上手くなると思うんで。だからほとんど僕ダイレクトで打つんですよね、よっぽどなんか余裕がない限りは。さあ結構普通のフットサルとかでもサッカーでもそうですけど、結構ダイレクトで打つっていうのはほんまにいいっちゃいいですよね。キーパーも読みにくいじゃないですか。例えばクロス上げて、ほんならキーパーの目線的にクロス上げる人は見るじゃないですか。ほんでそのボールの目線を追っていくわけでしょ、キーパーとしてはね。ですると、いや打つ僕らのところに来るまでには時間かかるわけなんですよ。要は予測できないんで、ボールを見るんで、どうしてボールウォッチャーになるんで、ほんならうまいこと、その僕の来た時にはその僕が打つっていうのを判断したとしても、やっぱ判断力が遅れるんですよね。だから多少僕下手でもダイレクトで打つんで、多少結構ゴール数もちょっと増えるんちゃうかなと思ってるんですけどね。だからほとんどもうダイレクトで打ちますね。だから逆に僕みたいな下手な人はフットサルでやるときはもうダイレクトでガンガン打った方がいいですね。でダイレクトでどんな体勢でも打てるように、そのシュートの練習した方がいいかもしれないです。ほとんど僕ドリブル下手くそなんでトラップとか下手くそなんで、まあ、トラップとか上手くなるようにドリブルの、流通の練習とかはしてるんですけどね。まあ現状、今の、現状で今自分が何ができるかってことを考えれば、やっぱシュートの場合はダイレクトプレーですね。なんでまあこのね、日本代表の本田選手と比較したら意味ないで、比較するほどのあれじゃないですけど、結構ダイレクトは結構比較的決まりやすいって決まりやすいと思います。話ちょっとずれましたけど、以上です。そしたら、竹の一人朝礼ですが、昨日はブログの準備だけし、でマーケティング戦略の実践だけしかできなかったですね。であと動画を作るかできましたね。今日はまあもう多分忙しくなると思うんですけど、リストールの改善と、ブログの準備、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。